1954年、松村松年から1960年11月7日は、日本の昆虫学者、北海道大学名誉教授、理学博士、農学博士、兵庫県明石郡大明石町出身、兄に、画家の松村武雄、キリスト教伝道者の松村海石がいる。同志社英和学校予備校を経て、1886年9月に、 明治学院英和予備校に入学。1888年1月に札幌農学校に入学し、1895年卒業。当初は校歌で学ぶが、昆虫学を志農家に移る。昆虫学は橋本佐五郎に指示し、在学中の校長は二戸稲造であった。翌1896年に札幌農学校助教授に就任。 1899年5月からドイツベルリン大学やブダペストに留学し、1902年10月に帰国。札幌農学校教授となる。1903年理学博士となる。1907年に札幌農学校の東北帝国大学以降に伴い、東北帝国大学札幌農科大学教授に就任。1918年に 札幌農科大学の北海道帝国大学独立に伴い北海道帝国大学農科大学教授となり1934年に退官するまで昆虫学教室を主催した1919年の音楽博士となる1947年まで日本昆虫学会会長を務めた1950年に学士院会員1954年に 文化功労者となる。1959年に赤市名誉市民。1960年君一等随法賞を受賞。日本の近代昆虫学を築いた人物であると評され、日本に生息する昆虫の命名法を創案した。学名に松村とつく昆虫も数多い。1898年初版の日本昆虫学。1904年から始まる。 日本センチュ中図会シリーズは兄の松村武雄の昆虫図と共に評価を得た。1926年に創刊した昆虫学雑誌インセクタ松村名は2016年現在においても刊行されている。北海道大学の教授を務めていた際に住んでいた札幌市北八条西五丁目の家は2012年現在九州料理店部合別邸として使われている。は 増子がや霊園にあり、補定の像の形をしており、補定塚と刻まれている。天保十二年の命がある。松村は、ニトベと助教授として残る、歳の給料の交渉をし五円の増額を約束させるが、実際の就任時には増額されておらず、五円の増額はどうしてもダメだったとニトベがニコニコ、笑っていたというエピソードを残している。出典、北海道大学報 リテラポプリ26号、漢方、第2198号、除人及び事例1934年5月3日。エスモツムは、植物の学名で命名者を示す場合に、松村松年を示すのに使われる。ありがとうございます。